LINE の正解とは会話の簡易版である。岡田です。前回モテる LINE のルール4つという動画を配信したところ、多くの方から質問をいただいた。というわけで今日はその中から特に多かったものを回答していく。なお前回の動画を見落とした人はチャンネル内からこのサムネイルの動画を見てほしい。では本題。質問1。1回目の LINE を自ら切った後、何日後にどんな LINE を送ればいいですか？答え1。3日から5日は開けたい。その間、ターゲットの方から LINE が来れば、それだけで優位に立てるし、もっと詳しく言えば、今のあなたがターゲットの中でどの位置にいるか判断できる。一定の価値、差別化を与えるには、早すぎず、短すぎない日数だからだ。なお、送る LINE は、ライトな内容から始めてもいいし、前回の LINE で使える共通単語があれば、そこからスタートすればいい。生きてる？〇〇どうだった？〇〇は共通単語、など。質問2。2回目の LINE のやり取りの中で、共通話題を増やしていくには、どんな LINE を送ればいい？答え2。LINE の正解とは、会話の簡易版である。LINE を打つとき、この単語を肝に銘じてほしい。つまり、LINE のやり取りを振り返ったときに、実際の会話として、大いに盛り上がってる風な内容になっていれば、教育は成功しているということだ。LINE イコール会話という観点で考えると、必ず押さえなければいけないポイントがある。1. ターゲットからのプットを必ず広げていく。これは基本中の基本だが、意外とできていない人が多い。どんな些細なことでも、ターゲットがふと漏らすちょっとした一文、それを見落としたらまず進展はない。同じ話題のメールを繰り返すパターンで終始することになる。進展が遅いから相手が見切る。そして返信がなくなる。これまでの LINE の流れの中で違和感を覚える単語が出てきたら、必ずそれに対する質問を入れること。それもこれまでの会話への返答プラス軽い質問といったさらりとした流れがいい。 LINE の中に仕事疲れただの、明日も会社だのが入ってきた場合、つうか仕事してんだ、に LINE の特性に注意する。これは何度も言っている大切なことだが、 LINE イコール会話と捉える中で一点だけ注意すべきことがある。それは実際の会話よりもエッセイのすり替え作業には慎重になるべきだということだ。顔を見合わせてその場を共有しながら行う会話とは違い、声トーンやちょっとした言葉、表情を使ったエッセイのフォローができない。そのためあなたの返信があなたの思惑とは異なった捉え方をされたり、最悪悪意に取られたりすることがある。 LINE でのすり替えは最小限に、相手から誘いたくなるほどの LINE 教育にすり替え作業は必須だが、やりすぎ急ぎすぎは禁物。質問3。3回目のオファーはどんな LINE で誘えばいいの？回答3。この質問が一番多かったが、実はこの発想は危険だ。この発想を持っている人はおそらく、今度遊びに行こうよ、来週暇な日ある？ご飯食べに行こうよ、などの誘い文句を早々に送っているはずだ。だがこのパターンだと、せっかく教育してきた関係が壊れやすく、あなたのステータスが低くなってしまう。またターゲットからすると唐突すぎて OK と言いづらい。 LINE での誘いがうまくなりたければ、1場所時期など詳細を言わなくても誘える流れ、2ターゲットにとってイエスと言いやすいタイミング、この2点を意識するといい。例えばターゲットを飲みに誘うのであれば、まず飲み関係の自分話を振る。 LINE の語尾に、てかすげえ二日酔い
などからでもいい。ターゲットがその話題に食いついてきたら、しばらくキャッチボールした後、つうか酒飲めんの？などを送る。飲めれば2-3通キャッチボールした後、じゃ飲み行く？などでオファー。飲めない場合であれば、マジだ、すげえ子供じゃないすか、などで対応。別のパターンにはめていく。このようにオファーイコール誘い文句と固執せずに自然な流れを作ってあげること。女性がオファーを OK しやすい雰囲気を作るというのは男の務めだ。以上、ちょっと長くなってしまったが、3つのポイントを理解すると LINE 成功率が格段に上がる。理解できるまで何度でも読み返してほしい。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。